UX と SCM。 おはようございます、マサルです。今回は UX と SCM について一緒に勉強します。今回のような略語はどんな略なのかを意識すると覚えやすいので、何の略かも含めて勉強していきましょう。それでは早速今回の問題にチャレンジしてください。令和2年秋、問18、 UX ユーザーエクスペリエンスの説明として最も適切なものはどれか。 A 主に高齢者や障害者などを含め、できる限り多くの人が等しく利用しやすいように配慮したソフトウェア製品の設計。 E 顧客データの分析をもとに顧客を識別し、コールセンターやインターネットなどのチャンネルを用いて顧客との関係を深める手法。 U 指定された条件のもとで利用者が効率よく利用できるソフトウェア製品の能力。 A 製品、システム、サービスなどの利用場面を想定したり、実際に利用したりすることによって得られる人の感じ方や反応。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は A 製品、システム、サービスなどの利用場面を想定したり、実際に利用したりすることによって得られる人の感じ方や反応が最も適切な説明です。それでは解説していきます。 UX はユーザーエクスペリエンスの略です。ユーザーが商品やサービスを通じて得られる体験のことを言います。例えば見やすく操作しやすいウェブサイトは UX が高いということになります。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。案の選択肢はユニバーサルデザインの説明です。ユニバーサルデザインとは万人向けの設計のことで、国籍、性別、年齢などを問わずに誰でも利用しやすいように配慮された設計のことを言います。ユニバーサルデザインを満たすためには誰でも利用できるようにするアクセシビリティと、誰でも利用しやすいユーザビリティの両方を満たす必要があります。次の E の選択肢は CRM です。CRM はカスタマーリレーションシップマネジメントの略です。顧客関係管理と訳されます。顧客満足度と顧客ロイヤリティの向上を通じて売上の拡大と収益性の向上を目指す経営戦略のことを言います。U の選択肢はユーザビリティです。ユーザビリティとは利用者が目標とする要求が達成できる度合いのことを言います。先ほどユニバーサルデザインの中でもユーザビリティという言葉が出てきましたよね。よく操作性が良い、悪いという評価がありますが、操作性はアクセシビリティに直結する特性です。操作性が良く効率よく利用することができればユーザビリティが高いということになります。それでは問題を見直しましょう。 UX の説明として最も適切なものはどれか。正解は A 製品、システム、サービスなどの利用場面を想定したり、実際に利用したりすることによって得られる人の感じ方や反応が UX の説明として最も適切です。それでは次の問題です。 IT パスポート令和2年秋、問15、 SCM の説明として最も適切なものはどれか。 A 営業、マーケティング、アフターサービスなど部門間で情報や業務の流れを統合し、顧客満足度と自社利益を最大化する。 E 調達、生産、流通を経て消費者に至るまでの一連の業務を取引先を含めて全体最適の視点から見直し、納期短縮や在庫削減を図る。 U 顧客ニーズに適合した製品およびサービスを提供することを目的として業務全体を最適な形に革新・再設計する。 A 調達、生産、販売、財務、会計、人事などの基幹業務を一元的に管理し、経営資源の最適化と経営の効率化を図る。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は E 調達、生産、流通を経て消費者に至るまでの一連の業務を取引先を含めて全体最適の視点から見直し、納期短縮や在庫削減を図る。こちらが SCM の説明として最も適切です。それでは解説していきます。この問題は SCM についての問題でした。
SCM とはサプライチェーンマネジメントの略です。製品が消費者に届くまでの全ての活動を効率的に管理するマネジメント手法のことを言います。特に意識しておきたいのは、自社だけではなく関連する複数の企業も対象になるというところです。選択肢E の中にも、取引先を含めて全体最適の視点から見直し、納期短縮や在庫削減を図るとあります。 SCM のマネジメントの対象は、製品が消費者に届くまでの全ての活動が含まれることを覚えておきましょう。その他の間違い選択肢も見ておきましょう。あの選択肢は CRM の説明です。 CRM はカスタマーリレーションシップマネジメントの略です。顧客満足度と顧客ロイヤリティの向上を通じて売上の拡大と収益性の向上を目指す経営戦略のことを CRM と言います。選択肢の中にも、顧客満足度と自社利益の最大化をすると書いていますので、この文面から CRM であると判断することができます。うの選択肢は BPR です。ビジネスプロセスリエンジニアリングの略です。業務全体のプロセスを見直し再構築をすることを言います。既存のものを改善するということではなく、革新したり再設計再構築するというのが BPR の特徴です。絵の選択肢は ERP です。エンタープライズリソーシーズプランニングの略です。企業の持つ資源、人、物、金、情報を一元管理して有効活用するという考え方、またはそれを実現するためのシステムのことを言います。基幹業務を一元的に管理して経営資源の最適化と経営の効率化を図るという文面から ERP であると判断することができます。それではここでブレイクタイム。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は UX という言葉を勉強しました。 UX とはユーザーが商品やサービスを通じて得ることができる体験のことを言います。もう少し具体的に言うと、ユーザーが商品やサービスに出会ってから利用した後までの一連の流れで得られる体験です。 UX の成功事例として、スターバックスではコーヒーではなく体験を売る、家や職場に次ぐ第三の場所というコンセプトで UX デザインを実現しています。また世界最大級のオンラインショッピングサイトの Amazon では、ユーザーの購買履歴や好みに合わせておすすめの商品やキャンペーン情報が表示される機能があったり、カートに入れる、欲しいものリストに追加するなどの操作が簡単にできるようになっており、快適で円滑な購買体験が提供できるように設計されています。あとはダイエットサポートアプリのアスケンも、ダイエットの目標を設定して1日の食事や運動を登録すると AI の管理栄養士が食事のアドバイスをしてくれます。さらにバーコードを読み込んだり商品名を検索するだけで簡単に食事の記録ができるようになっており、 UX が高いサイトとして挙げられます。ここで説明した例のように、多くの人が心地よく使える UX を追求することで大きな成功を得ている事例はたくさんあります。日頃やっている仕事でどうやったら UX を高めることができるのか考えてみると面白いかもしれませんね。それでは最後に復習です。令和2年秋問い18、 UX の説明として最も適切なものはどれか。正解は A、 製品、システム、サービスなどの利用場面を想定したり、実際に利用したりすることによって得られる人の感じ方や反応です。次の問題、 IT パスポート令和2年秋問い15、 SCM の説明として適切なものはどれか。正解は E、 調達、生産、流通を経て消費者に至るまでの一連の業務を取引先を含めて全体最適の視点から見直し、納期短縮や在庫削減を図る、こちらが正解選択肢です。今回は UX と SCM について一緒に勉強しました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。気になる方は概要欄にコミュニティの説明動画がありますのでご覧になってください。それでは皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。